住の絵旅館は広島県尾道市瀬戸田町にある料理旅館。本校ではその姉妹店にあたる東京銀座の瀬戸内料理住の絵についても記載する。開業年は不明。公式的には創業60年としている。島並海道途中の幾地島、工場寺、工造寺の門前町である瀬戸田にある料理旅館。瀬戸田港山橋の近く。 瀬戸田の常野島の隣にある。近くに、島並海道サイクリングロードがあり、自転車関連のサービスも提供している。西側の客室は海に面しており、夕日が沈む瀬戸内海の風景を見ることができる。料理は、瀬戸内の魚介類を中心にしたもので、特にタコ料理が有名。瀬戸田は、 中世から三原を拠点とした小早川氏が支配した外交として、瀬戸内海海運拠点として、さらに、陸地島で生産された塩の運搬港として栄えた。江戸時代初期から塩田業、海鮮業、造酒業などを営んだ、いわゆる浜旦那の像や片山氏は、邸宅の隣に別荘を建てた。後にその別荘は別の浜旦那、三原や堀内氏が所有した。これが、 墨の江旅館の前身にあたる。墨の江旅館の庭側にある石や門が江戸時代末期、木造建築は明治時代に堀内市によって建てられたもの。当時から台風や地震の時でもびくともしなかったという。それを旅館創業者が資材を投じて土地建物を購入。その他の建物は創業者が1953年に建て1963年に改築している。 客室は大きく分けて、庭側と海側になり、庭側が和室6畳と離れ、海側が8畳とそれ以上の広間がある。庭園に面した位置に露過式大浴場がある。住の江旅館4代目が銀座に構えた店。瀬戸内海の新鮮な魚介を供ゆして出している。広島の名酒が飲める店でもあり、ワインも用意している。席数は16、カウンター席が8。 それに8席分の個室がある。この記事は以下のカテゴリでも参照できます瀬戸内、料理炭の絵に関するカテゴリ。ありがとうございます。